アニメ、ドラえもん、のびのび太役、ヤッターマン、ドロンジョ役などで知られる声優の小原のり子さん、本名、戸部のり子、が7月12日に死去した、88歳、所属事務所、81プロデュース、が報告した、サイトでは、弊社所属俳優、小原、のり子、り、本名、戸部、のり子、令和6年7月12日、同期療養中のところ薬石効なく、88歳にて永眠いたしました、と伝え、なお、早々の儀につきましては、ご遺族の意向により親族のみにて取り行われました。ここに生前中のご厚儀を深謝し、謹んでお知らせ申し上げます。とした、小原さんは10月2日生まれ、東京都出身、ドラえもん、や、ヤッターマン、のほか、アルプスの少女ハイジ、ペーター役、未来、少年コナン、コナン役、ド根性ガエル、ヒロシの母ちゃん役など、多くの声を務めた、ネットの声、少年の声の決定版のような一方、大人の女性の魅力的な声も使い分けるレジェンド声優。近年、レジェンド声優が次々にいなくなってしまうのが悲しい。昨今の声優も頑張っているが、声での演技の幅はこの世代が一番華やか。デジタル普及による映像美が話題になる近年のアニメ界と違って、セルガアニメの独特な良さにマッチした声だった。改めて過去の名作を見ると、その演技の凄さがわかる。あの独特な透き通った声っていうのかな。映画ドラえもんでの定番、のび太がドラえもんって言ってからオープニングが始まるあの声と、ドロンジョ様のあの、独特の抑揚というか色っぽいんだけどそれだけではない音程でのセリフ回し、芸達者といえばそれだけなんですけど、声だけの演技でこれだけ演じ分けられるのは正直すごいですよ。のび太とドロンジョ様が同じ方がやられていると知って驚いて声優という職業に興味を持ったっていう声優も多いですし、まさしく名優だと思います。もう88歳だったのですね。アラフィフの私が小1の時、映画、ドラえもん、のび太の恐竜、が放映されていました。あれから40年以上、のび太の声としては20年ぐらい頑張られてきたのですね。悲しいニュースですが今までありがとうと言いたい。心よりご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル、登録もお願いいたします。梅南高校。